皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレット緑の仮面パート6やっていきましょう。今回は鬼ヶ山というところを探索していければと思います。そう、どうやらここには鬼様がいる恐れ穴というところがあるみたいなんですよね。すぐり君はそこを私に紹介したいと言っていたんですが、果たしてそこに本当に鬼様はいるんでしょうか。気になるという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてドッコラまだ捕まえていないということで眠らせて捕まえていきましょう。60レベルではありますけど一発で捕まってほしい。1回2回3回揺れて嘘でしょそう、ドッコラはねポケットモンスターブラックホワイトから出てきたポケモンでして、ドテッコツローブシンと進化するんですよね。はい、もう一発モンスターボールを投げていく。お願い捕まって。はい、ここで1回。嘘だちょっと起きないで。起きた。これドドゲザン使うか。アームハンマーは効きませんよ。っていうかもしかして格闘技しか覚えてない。だとしたらラウドボーンで完封できるんですけど。でドドゲザンに変えた瞬間格闘技飛んできてやられる未来が見えないか。もう一発モンスターボール行きましょうか。いやほんと捕まってくれ。っていうかドッコラーとかさ、まあ初代だとカモネギとかもそうですけど、この何かを持ってるポケモンってさ、その持ってる部分もポケモンなのまあアニメでは手離したりとかしますけど、ゲーム本編ではそういうこともないので気になりますよね。ネギガナイトとかも剣と盾も含めてポケモンなんでしょうか。この木材を離したらドッコラーじゃない？ドッコラー筋骨ポケモン、格闘タイプ。常に角材を持ち歩き土木工事を手伝う。育つと大きな角材に持ち帰るということで、まあ鉄骨になるんだけどね、進化したら角材から鉄骨になってみたいな感じでございますが、ミブリム、テブリムあたりはいたよね。そうだよね。でピチューも捕まえてるはず。お、ポケモントレーナーがいました。戦っていきましょう。そう、結構トレーナーと戦うとね、この辺に何のポケモンが出るか分かったりするんですけども、山があるか。山に来たならやることは2つ。お、何ですか、山登りとポケモンバトルか。山があるのミュウが勝負を仕掛けてきた。うわ待って、いやいたっけな、待って。おっと、アローラサンド、待って、アローラサンドだ後ろのヤトウモリに今気を取られていたらアローラサンド、どっかで手に入んのかな。ってことはそうだよね、ロコンもいたし、アローラサンドとアローラロコンは多分野生出現はアローラ地方じゃないからしないけど、どこかでゲットというかもらえるのかな。うわマジ、あのアローラサンドパンもできれば見せてください。あ、ロコンってことはアローラロコン使ってくるんだ。アローラロコン可愛いよね。みんなアローラロコンと普通のロコンどっち好きてかロコンぐらいさ、あの有名っていうか、まああのなんだろう、ファンが多いポケモンだとさ、もう1回ぐらいリージョン出そうじゃない。そう、リージョンフォームってね1回しか出ないっていう制約もないんですよ。ニャースはガラルとアローラで2回出てるからね。だからロコンもありえるぞ今後翡翠とかでも出てもよかった気がするけどな。山に来たら登山と勝負よね。あ、やっぱりそうなんだ。はい、ありがとう、見せてくれて。え、なんだ、鬼波空洞なんて読むんだろう騎士空洞って読むのかな、ちょっといまいち分かりませんが。はい、ここにはコラエルがありました。結構分かりづらい場所にもあるんですね。オンバットは持ってたはず。待って、ヤトウモリって持ってなくないか。落ち着け落ち着け。ヤト、いや、いたかな、ちょっと一回チェック。はい、ヤトウモリ、あ、いるわそう、メスしかねエンニュートに進化しないというちょっと変わったポケモンでございます。サンムーンから出てきておりますが、持ってたか。じゃあこの辺のアイテムも拾いつつ、てかスグリ君はどこにいんの。うわ、全然違うとこいるな。ここ登ればすぐ着きそうだけど、一応ぐるっと回ってみようか。新しい野生のポケモンとかいるかもしれませんからね。あとはさ、チャデスとかいたけど、あれ固定シンボルだったんかな。だとしたらこの鬼ヶ山にも固定シンボルで何かしらポケモンがいるかもしれませんよ。あとあのテラスタルのさ、野生の強いやつとかっていたじゃん。あれを北上の里に来てから1回も見てないんですけど、まあパルデア固有の現象だって言われればそうなんだろうけど、もしかしたらいるかもしんないよね、そういうめちゃくちゃ強いやつ。ガブリアスとかいたじゃん。お、怒りの前歯、結構これ強いんですよ。あ、プレミアボール落ちてる、珍しい完全に誰かの落とし物だと思いますけど、プレミアボールは。なんでもそんなこと言ったら、こういうアイテム系なんて絶対誰かの落とし物だけどね。あれ、
なんか全然違うとこ来てる今もしかして崖登りしてまでもすぐりくんのところ行くのが正規ルートか。あら、めちゃくちゃ離れちゃってるけど。よく当たる、噛み砕く、アイテム落ちすぎだろこの辺。え、山登りの方向性何が正しいのかわかんない。鬼ヶ山、ちょっと待って、一回マップ見よう離れてってるよねどう考えても。テラス池、え、テラスタルとかけてる。ここ登っていけばテラス池には着きそうだけど、いやそれはまた別の話だよな多分な。オッケー、わかった、無理やり崖登ってすぐりくんのとこ会いに行こう。キシクード、ちょっと読み方わかる方いたらコメント欄でよろしくお願いします。こっち側だな、はい。でどこの崖登ればいい。その滝のところか、滝のあたりとか。うわ絶対あの上なんかアイテム落ちてるわ。先そこ行っていい。経験飴 S ゲットして、こちらほいほい。いやゼルダとかやってる後だと、まあ後っていうかまだゼルダやってるんだけど、ゼルダとか実況しながらポケモンやったりするとあれだね、崖登りにスタミナがないっていうのすごい違和感があるこれ無限に登れちゃうじゃん。いいのポケモンはこれ無限に登れて。こっちにずれてって一回降りよっか。ここでスグリ君が、あら、どこ、スグリ君近くだと思うんですけど、もうちょっと上、いや違う、あーいた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 。ちょっと分かりづらいってその場所は。スグリ君会いに来たよ。ここが恐れ穴、どうやって登ってきたあなたなんかコライドンがいないと登れなさそうな場所でしたけど、 MK 狭い道大丈夫だった。狭い道、え、ごめん登ってきちゃった。なんか道を通るべきでした。あそこが恐れ穴、鬼様が住んでるって言われてる。何度来ても会えたことねえけど、やっぱじゃあいないんじゃないの。一回入ってみる。もしかすると強い鬼様は勝負してると現れたりして。お、なるほど、じゃあちょっとポケモンバトルといきますか。そうだ、あれから俺ちょっと強くなったし、よければ勝負さしたい。いいよ、しましょうかポケモンバトル。強くなった、どれくらいだろう。やった、んだば回復する。やっぱちょっとなまってるね。あ、ありがとう、私の回復してくれるんだ。ちょっとラウドボーンで無双するのが申し訳ない気持ちなんですけども、いきますか。ま、負けないようにケッパル。出た、ケッパルというのは津軽弁で頑張るという意味ですね。やっぱり青森モチーフなんでしょう。ほい、ちょっとスグリ君の BGM とかもちゃんと聞きたいな。ポケモントレーナーのスグリが勝負を仕掛けてきた。お、王たちかわいい王たちかわいいよね。結構グッズ化とかも恵まれてるポケモンですが、今度はちゃんといい勝負にする。ごめんなさい、こっち100レベなんです100レベだし、フレアソングで特攻を上げまくって、なんか申し訳ないです。なんか古風な感じの BGM でいいね。スグリ君、スグリ君とあれか、なんだっけ、ゼイユか。 BGM 違うよね多分、ちゃんと聞かねえとな。ニョロゾを繰り出そうとしている。ニョロゾか、ちょっと相性悪いけど特攻上がってるし、ハイパーボイスでなんとかなるでしょう。はい、スグリはニョロゾを繰り出した。結構やっぱりタイプ偏ってたりするわけじゃないんだね。北上のポケモンを全体的に使ってくるというところでしょうか。ニョロゾっていたっけパルデアに。もしかしたらいないかも。ヤンヤンマを繰り出そうとしている。あ、そこはメガヤンマになってはいないんですね。はい、ヤンヤンマ出てきた。およっけー。そう、ヤンヤンマとかモジャンボ系は原始の力を覚えてレベルアップというちょっと特殊な進化方法なんですよね。メガヤンマにはまだなってないと。はい、ごめんなさい、倒しちゃいましたなんかラウドボーンで無双するのもだな。スグリ君、もうちょっとポケモン育てようか。うー、負けちまった。いや60レベって相当強いけどな。パルデア行ったらジムリーダーぐらいは無双できるんじゃないやっぱ MK 強え、どうすれば勝てんだろう。レベルアップかな。鬼様もどっかで見てたらあの子強えって思ってるよ。鬼様いないな。俺が通ってるブルーベリー学園ってな、ポケモンの勝負さ学ぶのに特化した学校なんだけど。へえ、 MK くらい強かったら一番狙えるかも。マジ？じゃあ狙いに行こうかな。鬼様の住んでる穴っこ入ってみんべ。はい、じゃあ入ってみましょう。なんかさ、津軽弁統一かと言われればそうでもないんだよな。あ、なんだ後ろの方、え、鬼様じゃない、オーガポンだよ多分今の。うわ、穴の中にはいないよ。じゃあまあでもとりあえず入ってみよう。頭気ぃつけて。はい、髪型奇抜なすぐりくんの方気ぃつけて。あー、いないな。ここで行き止まりか。結構狭めの洞窟なのかな。暗いし狭いし地面もゴツゴツ。
こんなとこ住んでんの？こんなとこで一人で暮らしてたらかわいそう。確かに鬼様俺ん家だったらいつでも住まわせてあげんのに、なんかすぐりくんはねずっと鬼様のこと気に入ってんだよな。優しいね。今一緒に住もうって言ったら MK さんが一緒に住もうって言ってるみたいになんなかったか。そう、そんなことないよ、俺鬼様好きだから。でも本当に鬼様がうち来てくれたら村中大騒ぎになりそう。本当だよ、もともと村のものを奪ったりしてたんでしょ。まあすぐには受け入れてくれないだろうね。どう、鬼様か。わやじゃあもう日が暮れてる。そうだね、わやじゃあ言うね。看板巡り残りは明日にしよう。はい、あと1枚だったんだけどね、寄り道しなかったら間に合ったのでは。そうだ、今日から北上センターで表祭りさ始まんだ。あ、お祭り気になる、行ってみる？みんなお面かぶって参加するお祭り、嫌ならいいけどよかったら行くと楽しい。一緒に行こうよ、楽しそう。行くよ。すぐりくん MK さんのこと好きっぽいからね。お、俺案内するよ、本当に楽しみ。なんか心開いてきたな。表祭り行く前に準備やっから先オレンジ行こう。はい、オレンジは村の北西で、地図は、あ、ありがとう、教えてくれるんだスマホロトム。あ、スマホロトムって地図も見れんだよな。ちょっと登録、距離近いな、距離近くないか。目的地ってのに登録するべ。はい。なんか一つのちっちゃい画面を二人で見てカップルみたいなんだけど、アプリで地図さ見れんのわや便利じゃ。あ、出たわや。俺もいつかスマホロトムさ買ってもらう。あ、持ってないんだ。じゃあちょっとこう LINE とか交換できないね。じゃあ俺んちまで後ろついてくからお願いな。また後ろついてくんのか。ここまで距離近くなったんだから一緒に行ってもいいのでは、並んで。まあわかりました、じゃあすぐりくんのお家行ってみましょうか。もう一回入ってみる。あ、コライドンだと入れねえか。やっぱ狭いな。特にアイテムとか落ちてるわけじゃないけど、なんかここだけ黒ずんでんな。焚き火でもしてた？よくわかりませんけど、飛べるっけか。マップから北上センターがここで、すぐりくんの家がここか。すぐりとゼイユの家。はい、じゃあそちらの方向かっていきましょう。公民館まで空を飛ぶ。いや、なんかすぐりくんとゼイユちゃん髪型奇抜だから、こういう田舎にいると浮きそうじゃない？あ、ポケモンセンターのお姉さん。あんたも奇抜だけどね、なかなか。そしたら、この奥か。うわ、すげえ。田舎道のね、再現度がすごい。え？ネア様、ビリオ様。何の話？あなたは何を言ってる？あ、ネア様、ビリオ様、どちらへ行ってしまわれたのでしょう。ん？誰の話？聞いたことないけど、美しい田園を見渡せる場所へ行くざますなどとおっしゃっていましたが、一体それはいずこ？え？ネオ様、ビリオ様。ちょっと今ややこしいから。ああなたは？ちょっとこ、あの公式サイトに載ってましたよね、ムービーにも出てた。出た。この子さ、絶対さ、あの関の子孫だよね。そう、あのポケモンレジェンズアルセウスで関と甲斐っていう、まあそれぞれ真珠団混合団の ボスっていうか、まあ長がいたんだけど、そのね、関っていう人の髪型に超似てんのね。目も似てるんだよな。お、なんだなんだ、気づかなかったよ。君は、そうだ、お、当ててあげよう。え、パルデアからやってきた林間学校中の学生くん。え、よくわかったね、当たりです。なんでわかったの？結構セクシーな見た目だけども。ふっふっふ、狭い村だからいろいろとね。あ、噂が回ってんだ、耳に入ってくるんだよ。私はサザレ、ちょっぴりカメラ好きな旅の者さ。かわいい。なんか関の印象がすごいから、なんかあんま可愛いと変な気持ちになるな。関って男なんですよ、結構がっつりとした男なんだよな。こっちは相棒のが、え、いや待って、いや翡翠じゃん。ちょっとちょっとちょっと、がっつりだ、翡翠ガーディー。こっちは相棒のガーディー、頭の角がキュートでしょ。そう、なんか翡翠ガーディーはね、北上センターのところにも石像が立ってあって、なんか関わりがあるんだろうな。グフン。いきなりで悪いけど写真撮らせてもらってもいいかな。いいですけども、ちょっと可愛く撮ってね。学生くん、素直すぎて心配だよ、知らない人を信用しすぎちゃいけないな。写真は撮るけどね。撮るんかい。おー、なんかこんな棒立ちでいいんですか。なんだか君って新鮮で面白い。私はしばらくこの村を拠点にしてるからさ、やるべきことが終わったらまた声かけてよ。北上図鑑でポケモン150匹集めたりさ。
なるほど、150匹集めたらあなたとおしゃべりできる。なんか耳、この髪留めはなんだ、特に、あ、意味ないか、なんかの紋章とか入ってるかなと思って。いやー、ちょっと好きだなお姉さんともうちょっと話したいんだけど。150匹、今図鑑は何匹ぐらいまでいった？115匹か。もうちょっとお話ししたいんだけど。わかったよ、先にこっちやろうあ、なんかみんなもうお祭りムードだね。いや、いいな、この夕方あたりからみんながゾロゾロ行き始める感じ。うわ、結構一等地じゃない？え、待って、めちゃくちゃお金持ち、もしかしてコイキングのなんか池があるけどあ、あなたがスグリ君とゼイユちゃんのおじいちゃんかな。じいちゃん、ただいま。やっぱ後ろからついてきてたんだ。スグリ、お帰りなさい。そちらの方は？この人は林間学校で一緒の MK。 そうです、あのスグリ君が私に惚れちゃったみたいで。おお、もしかしてスグリのお友達かな。はい、友達ですって言っちゃうとなんかスグリ君があれかも。え、そうなんだ。そうだよ、もう友達だよ。友達、こそばゆい、変な感じ、にへへおばあちゃんもいる。 MK さん、すぐりと仲良くしてくれてありがとう。なんかおじいちゃんもおばあちゃんもやっぱ髪型がちょっと尖ってんだね。あら、お友達。うん、 MK って言うんだ。そうです、うちのばあちゃん、こんにちは。すぐりちゃんにお友達、 MK ちゃんよろしくね。はい、よろしくお願いします。田舎っぽい服装でいいね。おお、もう日暮れか。あら、表祭り今夜からだったわね。そうみたいですね。初めてですけど行こうかなと思って。すぐりちゃん、 MK ちゃん、ジンベエ出してあげるから一緒にお祭り行ってきなさいな。え、何、私の分も用意してくれんの？ジンベエだって、やった。え、はいはい、ちょっと待っててね、髪も言ってあげなくちゃ。私のすいません、何から何までお世話になっちゃって。はい、出来上がり。おお、うわ、かわいい髪型かわいい。こんなかわいい子アレンジしてくれてありがとう、おばあちゃん。わあ、やっぱり思った通りとっても似合ってるわね。あ、なんかあれだな、カバンも変わったな。はっはっは、なんだか孫が増えたみたいだな。おしゃれな MK ちゃんならこのお札も使いこなせるかも。お札？え、 MK はおしゃれカード緑を手に入れた。なんですかこれは。お札？おしゃれカード緑。持ってるとブティックで買える品物が増える。ヘアサロンでは選べる髪型が増えるカード。なるほど、これで北上系のあの服とか買えるようになるんだね。都会のブティックや美容室でいろいろメニューが増えるんですって。なるほど。あ、ゼイユちゃんも似合ってる。いや、せっかくだから女の子は浴衣が良かったなまあでもスカートとかも実装されてないし、まあ統一なんだろうな。ねえばあちゃん、祭りのさ、なんであんたがいんのよ。いや、ゼイユちゃんもお似合いで可愛いよ。 MK は俺と表祭りさ行くからへえ、ふーん、まあそう言われるわななんかすぐりくんだんだん距離近くなってきててさ、どうでもいいでしょ、姉ちゃんこそ何。そうだばあちゃん、お面ないんだけど。お面？お面はね、去年離れの倉庫にしまったはずよ。鍵は開けてあるからみんなで取りに行きなさい。なるほど。しゃあ、離れの倉庫ね、早い者勝ち。姉ちゃん、ずるっこ。ずるっこ、ともっことかけてるMK さん、騒がしくてすまないね。いえいえ、元気そうでいいじゃないですか。よし、じゃあちょっとお面取りに行くか。何があるんだろう。気になるな離れの倉庫、ここですか。お面、早い者勝ち。ちょ、みんなで一緒に開けようよ。シャッター、なんか隣のドアから入った方がいいのでは。もうないじゃん。ないの？怒ってる、またそのゼイユちゃんの怒ってるモーション多いな。姉ちゃん、 MK 来た。ないんですか、お面は。ちゃっかり来たわね。なんか倉庫にお面2つしかなかったんだよね。2つ。なるほど、1個足りないね。あー、こればっかしは仕方ない。人生って早い者勝ちだし、あんたはお面なしでいいよね。そんな、欲しかったお面くれないの？まあまあ、機嫌直しなって。まあ行けば買えるかな。お祭り姿の私が勝負してあげるからさ。もうまた勝負だよーし、じゃあゼイユちゃん戦いたいところではありますけど、次回にしましょうか。じゃあ次回、ゼイユちゃんのバトルからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。